つまごいパノラマラインは群馬県あず郡つまごい村の主要村道である。広域農道として開発された南ルートと北ルートの2つのルートからなる全体延長約3 0トルの道路がつまごい村の中央周辺地の山裾に沿ってほぼに3周する経路をとる。南ルートは大あ大ざさの北軽井沢つまごいゴルフコースがある。 群馬県道235号大崎北、軽井沢線交点から、浅間山北側の山裾を縫って、大和田代の国道144号交点まで、北ルートは、国道144号交点から、茨城山陸、東ず山、草津白根山の山裾を通過して、草津町協会の群馬県道59号草津、つまごえ線に至る。北ルートの一部は、 12月初旬から4月初旬にかけて、冬季閉鎖される。交通量は少なめで、線形は緩やかなカーブと直線でつなぐ道で、やや起伏があり、特に北ルートには長い直線やアップダウンが多い。沿道にはキャベツ畑が広がり、夏は出荷前のキャベツが畑一面に見られ、浅間さんの眺望と相まって絶景のドライブコースとしても人気がある。 つまごいパノラマライン南ルートは、群馬県東郡ま群つまごい村、大あ大前の群馬県道235号、大座北、田、軽井沢線の交点から西へ伸び、長野県道、群馬県道94号東見つまごい線と交差し、つまごい村大あ田代の国道144号に、至る、つまごい村の主要村道である。終点の国道144号の交点は十字路になっており、 国道を挟んで北側は北ルートに接続する。つまごい村特産の高原キャベツが栽培される広大な畑の中を通過し、浅間山も間近に見ることができる。つまごい村民の生活道路の一部となった。農林省による国営農地開発事業によって、福院約7メートル、全長約15キロメートルの浅間広域農道として建設された後、つまごい村へ移管され、 主要村道となる。妻まごパノラマライン北ルートは、群馬県あずま群つま村大畑今屋座線の、入りの群馬県道五十九号草津妻まご線との交差点から、妻まご村大畑田,田代の国道百四十四号までを、結ぶ妻まご村の主要村道である。群馬県道五十九号草津妻まご線から、バラギ高原や、かんまた地区を経由し、妻まご村北側の高原地帯を通る。 ほとんどすべての区間は山間地を塗っており、信号は全くない。北海道を彷彿させる景色なのでツーリングの人気スポットとなっている。終点は国道144号線との交差点で十字路になっており、国道を挟んだ南側で南ルートに接続する。降雪があるため、陶器は一部の区間を除いて陶器閉鎖となる。つまごいパノラマライン。 ありがとうございます。